10代の陽性者の方がお亡くなりになるという事例が生じました。お亡くなりになられた方のご冥福を心からお祈りを申し上げます。本日の発表文になりますけれども、9月8日公表、本日公表予定です。10代の方、男性です。お亡くなりになられた日は9月7日です。基礎疾患があって、死因はコロナ関連死になります。これは重症病床の治療を受けられてましたので、自宅療養、宿泊療養ではない方です。でこの方についてですが、個人の情報がありますので、詳しいことをお伝えすることはできませんが、状況といたしまして、基礎疾患がある、それに加えて、複数の重症化リスク因子がある終わりになる方です。でワクチンについては受けられていないと、未接種の方です。状況ですけれども、9月の1日に救急搬送をされまして、そして搬送先の病院で、これはコロナの疑いがあるということで、その場で検査をした結果、陽性だと判明をいたしました。そして重症、搬送時にすでに重症の状況ですから、重症の状況の中で、その重症治療ができる病院で重症の治療をされていましたが、9月7日にお亡くなりになられました。心からご冥福をお祈りを申し上げます。